ハイタイマーブルリゾートウェディング沖縄の中です。今日はマーブルリゾートウェディング沖縄でも大大大人気のロケーション地、ザネ浜という場所を紹介したいと思います。ザネ浜は恩納村という場所にあります。弊社サロンからは車で約40分ぐらいの場所にあって、近くにはあのダイビングスポットで有名な前田岬もあります。はい、今畑しか見えないと思うんですけれども、これから超超超絶景が待ってるので行ってみましょう。レッツゴー。茂ってて、ここでも撮影ができます。もうちょっと奥に行ってみましょう。ここですね。結構グリーンが綺麗な場所なんですけども、ここでもお写真を撮ることができます。ここで撮ったお写真がこちらです。はい、じゃあまたさらに奥に奥に進んでいきたいと思います。これから絶景が待ってるので楽しみにしていてください。ちょっと険しいんですけど、皆さん光が見えてきました。はい、あの道を抜けるとこんな絶景が待ってます。見えますか？ここザネ浜はお写真映えするスポットがたくさんあるロケーション地になってます。その中でも人気の一つがここなんですけど、崖のような感じになっていて、ちょっと先まで行って見てみましょう。今ザネ浜の崖の先っちょの方に来てるんですけど、ちょっと下見てみてください。もう下はもう海です。今はサンセットのお時間なので、ちょうど空がオレンジがかっています。ここで撮ったサンセットのお写真がこちらです。はい、じゃあちょっと上から見てみましょう。上から見てみると、海の青さと自然の豊かさがより強調されて、とてもダイナミックな映像を撮ることができます。はい、じゃあ次はザネ浜の2つ目の撮影スポットに行きたいと思います。見えますか？あの洞窟の方まで行ってみたいと思います。それではレッツゴー。今下の方に降りてきました。さっきいた場所があそこです。あの角の方です。で、見てください。今ちょうどサンセットの時間に撮影してるんですけど、ちょうど綺麗なサンセットが出てきました。このサンセットの時間にこの下のビーチで撮ったお写真がこちらです。はい、ザネ浜のおすすめ撮影スポット2つ目、こちらの洞窟です。この洞窟の中の方から撮ったお写真がこちらです。あー、すいません、ちょっと黄昏れてました。はい、ザネ浜のおすすめの撮影スポット、その3、岩の窓です。
岩の窓から向こうは青い海が広がってます。ここで撮った写真がこちらです。ここではシルエットのようなお写真でロマンチックに撮るのもいいですし、明るいお写真で楽しそうなお写真を撮るのもすごくいいと思います。はい、今座念浜の撮影スポットを3つ紹介させていただいたんですけれども、他にも岩の上に立って撮ってみたり、このビーチで撮ってみたり、はい、ここ座念浜は崖、ビーチ、洞窟と一箇所だけで沖縄の大自然がギュッと詰まったような場所になるので、ここだけで沖縄の大自然を堪能することができます。ぜひこの座念浜でかっこよくておしゃれなフォトウェディングを撮りましょう。それではまた。